こんにちは。こんにちは。今日もゆたはさんに来ていただきました。はいはい。またあれですか。また負けたいの。私が前回負けてちゃんとプリン買ってきましたから。はい。ね、並べといてよ。クリームパンとプリン買ってきたんで。プリンパンがあるの。冷やしたクリームパンみたいになるんですよ。俺めっちゃ腹減ってたのに。あ、本当ですか。言えばよかった。冷蔵庫入れてます。はい。今日はですね、また古今東西行こうと思うんですが、今日のテーマは盗塁王を取った人。まあね、大勢いますよね。毎年2人ずついますから。ただそれだけだと簡単なので、50個以上で盗塁王を取った人。50個以上。はい。どうですか、出て今いいですか。わかんない。まあだから大御所の人たちはわかるけど、なんかそんないっぱいわかんないかもわかんないです。まあでも佐藤こうやって喋りながらこう考えてるから。別のところで。じゃあ先攻後攻どうしますか。じゃんけんでしょ。ドラえもん。最初グーじゃんけん。はい。ドラえもんパー出せる。じゃあ先行で。そうですね。はい。じゃあ私が調べていきますので。いやもう調べなくても福本豊さん。もうこれは正解ですね。はい正解です。大石大二郎。60個でありました。でも結構46個とか何回も取ってるんですけど41個とか31個の年もありますね。赤星。60個以上でいっぱい取ってますね。はい正解。松本忠。青い稲妻。古いとこ攻めてきますね。いやいや、それは競り合ってたからね。競り合ってたから。はい、61個で取ってます。高橋よしこさん。あるある。73個。はい、ありました。屋敷かな。屋敷さんは、これは48、43。あれ？嘘だろ？50個走ってるでしょ？あれ48あれいや本当にないからそれ記入漏れだろ。あれマジであいつ50個走ってない。待って86年に48盗塁王3回ぐらい取ってると思う。3年連続で取ってるんですけど48、48、33です。はい、ブー。もっと速いよ。なんだと。俺あいつの足があったらもっと走れたけど。速い。あれ今のということは競い合ってたんですよね。そうですね。じゃ高木豊さん。これ自分で言った方が良かったんじゃないですか。正解。いやいや。俺切り札に取っとこうと思って。俺そんなに走ってるイメージなかったでしょ。いやでも今50個以上は。はい、でも競い合ってるって言ってたんで、ということはそれぐらい飛んないとその時代盗塁を取れなかったんちゃうかと思って。そうなんだ。50個以上走らないと取れなかった。豊さん56個で。はい、そうですね。秋山浩二。ちょっとやばいかな。秋山も走ってると思うんだけど。今調べて50個以上でしょ。あれ、どこにいるんだ。ちょっと待ってくださいね。変えている？いや、そんなんないですよ。それ振った後、振るのやめろって言ってるのようなもんですよ。ちょっとね、今全然見つからないんですよね。秋山こう言って、40やれっつって、あれ取ってない？まさかの。まだ調べてる途中なんで、まだ変えられますよ。まだ見つけてないんで。いや、そういうのだ。甘くない？だってどうします？ここで終わったらつまんないじゃないですか。いや、つまんないとかじゃない。勝つか負けるかとか。つまんないとかじゃない。コールドゲームもあるしな。あ、そうですね。早くないですか。40って40個ですよ。50個のことですよ。だから50/50が可能な選手っていうあったの。あった。いくつ？51個。よかった。よかった。じゃあ西岡剛。いや、西岡はそんなに走ってない。いや、あいつアホみたいに走ってんすよ、最初。でも結構吉彦さんに言われて。吉彦さんに言われて。ロッテ時代ですか。33と41なんですよね。走ってないね。阪神行ってない。行ってない。ロッテの時だけ。あ、じゃあブー。剛、もっと走らな。41ですね。そうなんや。結構同僚が走ってる感じイメージする。俺が屋敷間違えたらわかる。わかるですね。松井和夫。はい、62個走ってます。あ、じゃあ片岡。あつし。違います。違う。セーブの。51あります。あ、59個走ってる年もありますね。はい。唯一楽天からも1人出てますし。頻度多くない？これは。あややのために答えるよ。いやでも間違ったらアウトですよ。あ、そういうこと。じゃあ答えない。いやそら楽天の走り屋って言ったらあいつしかいないもんね。いやわかんないですけど。いじりさ。ピンポンピンポン。54個。助かった助かった。豊さんに優しいんで。なんだ。なんだ。ホームグラウンドでしょここ。いやいやそうなんですけど。いやお客さんだもんな。お客さんだもんな。何歳か知ってます。もう知ってますよ。今年61。覚えました。振りながら考えてるからな。違う話して。ホンダ、ソフトバンク。これはあるな。はい、60個あります。結構60個走るって大変だからね。足パンパンになるから。昔で広瀬さん何回だったか。昔だからまあ昔何年ぐらいですか。いやもう痛い。あはい、正解。何個？何年も連続で取ってて、1、2、3、4、5年連続ですね。最大72個っていうのがあります。最近っていうので、西武のね金子。ピンポンピンポーン、53個。走ってんだ。その年にもう一人取ってますね、同じ数で。いや、53個。俺言えるのに。マジで。それあれじゃない？日本ハムの選手じゃない？それわかんないですよね。それはわかんないですね。はい。それわかんないの。わかりますけど、まあそれちょっと違うかなみたいな。はい。こう突っ込んでいくとヒントくれるから。源田。あ、ちょっと待って。やめた。ちょっと待ってくれ。源田やめた。源田ショートでね、まだ1、2年目でしょ。おやめなんですか。いや走れんわ。今もう手上がりかけたんですけどね。まあ今危なかったです。ハーフスイングでしたけど。セーフですか。セーフどうしますか。もう佐藤崎さんどうしますか。まあ自分途中で自分でやめるって言ったんでセーフですね。そうじゃあもうこうセーフで言い切らなかったからね。言い切ったんですけどすぐやめたんです。やめた。やめた。まあまあ大丈夫です。じゃあ小坂。取ってますよ。小坂さんでもあれ43個33個。それで取るようになってんの。なってますね。あれロッテですよね。はい。あれ2回しかなってないですか？うん、2回ぐらいだよ。もう2回で飽きるもん取るよって。アウトー！じゃあ今回は早いな。取るよ負けるとは思わなかったけどな。本職じゃないですか。自身取ってるのに。それ、まあ僕は走られてるイメージもあるんで。50個以上ってなると限られてはくるんですね。金子選手と一緒に取ったっていうのは糸井選手でした。オリックスの時に53個で取ってました。あと西村さんとかね、ロッテの今オリックスの監督の。はい取ってました。尾形野村健次郎とか。尾形さん言ってました。やっぱり言ってんな。種重が言ってたもんね。一番差しにくかった。ジャイアンツの柴田さんとか、中俊夫さんっていう方とか、吉田義夫さん、51個、ありますねみたいな、撮ってますねみたいな、今全然似てないけどさ、あとレイノルズ、昔は足が流行ったんですよみたいな、結構います。無視されてるから。2人。最後に一番少ない数で盗塁を10個で二塁癖分いくつだろう。これ一発で当てたらさ、逆転サヨナラ満塁ホームランでいい。じゃあラストチャンスいきますか。個数はじゃあ個数だけ言っちゃっていいですか。24個。しかも24個で2人同時で取ってるんですよ。2人可能性があるんで、はい、じゃあいいですか。ちょっと待って、はい、粘りますね。いやいや、セリフかパリフかどっち。今も投げる球種言ってくれって言ってたの。セリーグベイスターズのやつが一人入ってるんだ。こんなヒントありますか。サヨナラのチャンスでこんなヒント。最近の話じゃないでしょ。名前を言うんだよね。名前で。そらそうでしょ。なかなか打席入んないんですよ。わかった。お、じゃあせーの。鈴木貴弘。ブー。違う。ジャイアンツの尾形光一さんとベイスターズの石井拓郎さんです。ベイスターズいるんだなと思ったんだよ。はい。でも石井拓郎が24個なんていうのは考えられない。まああれですよね、三振ですよね。サヨナラの場面で。そうですね、三振です。ちょっとチップしてファウルじゃない。いやもう答えましたもんね。でももうチャンスないので。じゃあ差し入れ何がいいの今度。何でもいいですよね。はい、何でも美味しいもんだったら何でもいいです。下に美味しいうどん屋さんがあるんで、そこから出前取ろうかな。あ、いいですね。やったお昼に。そうですね。はい。ということで今回は僕の勝ちでした。はい。すみませんでした。